はい、今回は、名人戦の7番勝負、第1局をやりたいと思います。はい、井山名人対張栩九段の、対局です。はい、じゃあそれではお願いします。井山名人の先番となりました。そうですね、まあ、これが、まあ、流行りの手ですね。かかってミニ中国流みたいな手は、本当見なくなりましたね、今はね。はい、別にこれが悪いってわけじゃないですけど、まあ流行の手を打たれてますね。はい、まあ、一見も最近はどちらかというと珍しいですかね。今は低いかかりが結構多く打たれていますね。うん、高いのですと、まあ、つけ引かれる、やっぱり棋士が多いので、結構黒が好きな人が多いかもしれないですね。はい。そうですね。まあ、前まではカカリとかが常識的だったんですけど、今はまあ三々の方が、まあこれ現代風になってきましたね。はい。どちらからの抑えもありそうなんですよね。まあ、こうやって、まあ、分かりやすくこうとか打ってこういうところに詰めるような選択肢もあると思いますので、まあ、どちらもありそうですね。はい、実戦はこちらから抑えました。そうですね、まあ切りとこの2段とかいろいろあるんですけど、まあどちらがいいかはまだ結論が出てない部分があって、まあまだ手探りの状態ですね。はい、まあこの形はよく打たれますね。そうですね、まあ桂馬ぐらい打っていれば穏やかだったですけど、まあこうシチョウに抱えることができるので、まあここら辺黒も打っといて、まあ後でねシチョウあたりみたいな手が若干楽しみですので、まあ一応こういう選択肢もあったんですけど、まあ実戦は厳しくいきましたね、激しく。はい。はい。当て返しがなるほどの手筋ですね。取るとこうやって逆に取られてしまいますんで、こう出るしかない。そこで抜くと。はい、まあ、この切りが手筋ですね。まあ抜いてこうなるのかなと思ってたんですけど、こういうぶつかる手があるんですね。これは気づかなかったです。ここでこうが始まりましたね。まあこれで効いてると抜かれて白にコウ材がないので、この変化はしょうがないですかね。はい。で一応跳ねればまだ一手をせこが残ってますんで、このコウ材作りですね。普通はこういう手はないんですけど、この場合はコウ材を増やすためにやっていますね。はい、はい、でコウ材でここを求めてコウ材しましたね。まあ損のないコウ材みたいな感じでしょうか。まだ黒からは余裕があるコウなので、一応一手成功っていう形なんでね、まあ損のないコウ材を打ったって感じですかね。まあ一応白もつける手はあるんでしょうね。まあ取って、まあこうやって、一応まだやっていくような進行もあるかとは思うんですけど、実戦はもうすぐこうに行きましたね。はい、ここでまあ実戦は抜いたんですが、まあ、継ぐ変化もありそうですね。で取ってここのツケにコウ材をしまして、こういう変化ですね。これはまあちょっとね、なかなか計算ができないのでどれぐらいいいのかよくわかんないですけど、互角なのかいいのかちょっと数字がはっきりしないので、まあ黒もまあ、現金を取ったって感じですかね。こちらの方がはっきり字はねわかりますから。はい、字で頑張った感じですね。まあ高いのも考えたと言ってましたが、まあこういうとこ入られた時に取れる自信がなかったみたいなニュアンスでしたね。なかなか黒も怖いですけどね。まあどう入ってくるかわかりませんが、でもまあこう頑張りたかった感じもしますよね。これ硬いですよね。やっぱり肩とかが見えますんで。コウを求めて、どちらかというとコウは黒の方が強い感じですよね。このツケがいい感触の手ですね。黒がリズムをつかんだ感じですね、ここに打って。ここ連打できればまあまあですよね、黒は。まあここまでいかなきゃしょうがないって感じなんでしょうね。まあこういう打ってれば穏やかですけど、なんかね、打っていれば穏やかですけど、ちょっとこれじゃあ足んないっていう感じがなんとなく感じますんで、当然打ち込みが厳しい手で。コスミではここの桂馬もあったみたいですね。この断点を守りつつ止めつつみたいな。一応こうなんですけど、まあ黒も結構コウ材があって、やっぱり白の方が負担が重い感じですね。そうですね、ちょっとコウ材があんまりないので、こういうちょっと苦し紛れ的な感じの点になってしまってますかね。そうですね、こういう手打ってくれたんで、このコウもここにコウ材ができたので仕掛けやすくなった感じもします。こうやってまたコウになったんですけど、ここにコウがありまして、取ると取られまして、もうどこも一個もないんですね、白が。なのでここ抜くしかないんですけど、こう取ってしまえば最初のね形を見てほしいんですけど、こういうとこにかかった格好から見ていただくと、ここがすごく黒地が多くなりまして、特にね黒が損してるとこもないので、ここで取って、まあ一応、形勢は黒良くなった感じですね。で、この後、まあ、しっかり逃げ切って、井山名人の、勝ちとなりました。一回もそうですね、厳密には悪くなったような場面はなくて、とりあえず完勝と言っていい内容だったんではないでしょうか。第2局も、楽しみにしたいと思いますね。じゃあそれではこの後はこれで終わりにしたいと思います。失礼いたします。